一緒に怒られたのにシルがいないってどういうことにゃ。にゃあ一人じゃこんなの絶対終わんないにゃ。にゃにゃんで白髪頭がここにいるにゃ。どうもシルさんに手伝ってほしいと言われたもので。手伝う？本人がいないんだにゃ。なんだか用事があるそうでして。またそれだにゃ。そのせいでミャーがどれだけ苦労してきたことか。けどまあ本人より役に立つかもにゃ。それシルさんに失礼じゃないですか。シルの耳に入らなければ大丈夫にゃ、多分。さーてお片付けするにゃ。ほいほーいっと。あんな重そうな荷物を片手で。アーニャさんはどうしてお店で働いてるんですか？いきなりにゃ。でもそうだにゃ、まあミャーは出直し中だからかにゃ。ここで働きながらいろんな生き方があるのを見るのも悪くないってそう思ったにゃ。はあ。なんだこれ、重っ。だらしないにゃ。ミャーに任せるにゃ。にゃっと。ありがとうございます。これもともとシルさんがいても役に立たなかったんじゃ。というかこんなの持ち上げるアーニャさんって。いや今は考えずに仕事に集中しよう。しっかり働くにゃ白髪頭。ぼさっとしてたら奥歯ガタガタ言わせるにゃ。頑張ります。オラリオの治安最近また悪くなってないかにゃ。この前の客もひどい冒険者だったにゃ。治安というのでしたら以前のように悪くなってはいないと思います。ただいわゆるその手の輩というのはいつでも湧いてくるものですから。誰に断って商売してんだ。ここで商売したきゃ俺様に従うのがしきたりなんだよ。なんだって天下の往来であんたみたいなチンピラ冒険者に。てめえ痛い目見なきゃわかんねえらしいな。また揉め事みたいにゃ。首は突っ込まない方がいいにゃ。あれ龍ってもういないにゃ。龍が行くと余計にめんどくさいことになりそうにゃ。加減知らないからにゃ。そこまでです。彼女から手を引きなさい。なんだてめえは。一般人を恐喝するなど恥を知りなさい。確かこんな時はめんどくさい客を穏便に収める方法。そうにゃ。ミャーもそろそろ絡め手を覚える頃だと思うにゃ。面倒だから突っ込まないでおくけど、そうだな、とりあえず褒めておだてるとか。よしこれにゃ。冒険者様にゃん。なんだてめえは。おお、おみゃすっげえ渋いにゃん。まるで渋柿みたいにゃん。もう食えたもんじゃないくらいまずそうな渋さにゃん。ざけてんのかってめえ。おにゃ、褒め殺しが効かんにゃ。褒めてたのですか。やっぱり脳筋のルノアじゃ頼りにならんにゃ。こういう時はやっぱり。こびるにゃ、あざとくへつらうにゃ。かわいいは正義にゃ。ボロにゃん、冒険者様にゃん。今度はなんだ。ミャたち、かわいいウェイトレスに免じて、ここは剣を収めてほしいにゃん。なんだよ急に。相手がなびき出したら一気に畳みかけるにゃ。お色気路線で骨抜きにゃ。言うこと聞いてくれたらたっぷりいいことしてやるにゃ。おう、なんだ、俺に気があんのか。そこでとどめの一撃にゃ。どりゃにゃ見たかにゃ。ミャーのお色気絡めてにゃ。絡めて。あんたたちありがとうね。大したお礼はできないけど、よかったらこのじゃが丸くん食べとくれ。いえ、どうか気になさらないでください。何言ってるにゃ、リュウ。お礼は素直にもらった方がいいにゃ。ですが、この男を戒めた手前、私たちが売り物をもらうというのは。それはそうにゃ。わかったにゃ。だったらこの男の財布から払うにゃ。にゃーたちへの迷惑料にゃ。あと、この冒険者はどうするにゃ。適当に縛って道端に転がしておけば、ガネーシャファミリアが処理するでしょう。それもそうにゃ。じゃ、おばちゃん、まったにゃ。あんたらが一番怖いよ。二度と舐めた口聞くんじゃないにゃ。おととい来やがれにゃ。ああ、やっと店じまいにゃ。まったく毎日毎日めんどくさいにゃ。今日のはどうだった？そういえば珍しく骨があったにゃ。多分レベル3くらいにゃ。アーニャの引っかきは見えてたみたいにゃ。でも体は反応できてなかったにゃ。もうちょい年が若かったら悪くない感じだったにゃ。せめて10代前半なら。げえ、悪趣味にゃ。ふっ、真にいい女はいつの時代も理解されないものなのにゃ。初耳だよ、そんな言葉。しかし昨日といい今日といい、面倒な冒険者が最近多いな。優にこと書いて母ちゃんの料理にまでケチつけ出すとか、本人に聞かれたら店ごと消し飛ぶにゃ。口の利き方を知らないやつにゃんて痛い目見るといいにゃ。ま、あの腕じゃそのうちダンジョンでくたばりそうにゃ。また客が減るにゃ。いや、まだ死んでないから。けどそうなるとやっぱりあれかな。最近の客で一番目がありそうなのはシルのお気に入りの冒険者くん？白髪頭にゃ。不思議だよね、あの子。コロッと死んじゃいそうなのにまだ生きてるし。店の奥から覗いててもミャアたちの視線に気づいてる時があるにゃ。ほんと？だったらそれ結構すごくない？一番謎なのはシルが入れ込んでることにゃ。あんなことそうそうないにゃ。ほらあんたたち、いつまでおしゃべりしてるんだい。さっさと片付けしちまいな。おにゃ、ミヤ母ちゃんは白髪頭のことをどう思うにゃ？ん？白髪頭ってのはいつもの坊主のことかい？母ちゃんは気にならないにゃ？ま、冒険者には向いてないとは思ったがね。けどそんなのは今更の話だね。生きて帰ってきたなら飯を食わせてやる、そんだけのことじゃないか。私から言わせりゃあんたたちが気にしすぎだと思うけどね。あいつが死んだらシルが悲しむにゃ。そう思うんならせいぜい可愛がってやんな。入れ込みすぎない程度にね。それはありえんにゃ。ミャアの趣味じゃないにゃ。ならいいさ。坊主はあくまでうちの客、それくらいがちょうどいいんだ。白髪頭、オラリオで生き残れるかにゃ。さあね、それはあの坊主次第だろうさ。ま、女神が微笑めば生き残るんじゃないのかい？そんなことよりいつまで店を開けとく気だい？おしゃべりの残業代は払わないよ。はーい。これは多分ミヤ母ちゃんも結構気にしてるにゃ。使いに来てるんだけど。にゃにゃ。それで買い出しのついでに明日のベルさんのお弁当の材料も買おうと思って。それならついでにミャアも買い出しに付き合うにゃ。これなら昼寝したのをもみ消せるにゃ。ミャア天才にゃ。本当によかった。実はアーニャにも付き合ってほしかったんだ。ミャアも？うん、アーニャに選んでほしいものがあるの。そう頼られたらミャアの実力を見せることはやぶさかじゃないにゃ。なんでもやってやるにゃ。実はあれなんだけど。生魚にゃ？そう、アーニャに一番新鮮で美味しい魚を選んでほしいの。アーニャなら匂いとかでお魚の新鮮さがわかるんじゃないかなと思って。なんじゃそりゃ。ミャアを猫と一緒にするんじゃないにゃ。ミャアは焼き魚は好きだけど猫みたいに生でぐちゃぐちゃ食ったりしないにゃ。ダメ？可愛く言ってもダメにゃ。じゃあ仕方ないね。買い出しに付き合ってもらうのはやめにして。にゃにゃ、それはまずいにゃ。ミャアは買い物したいにゃ。しなきゃいけないにゃ。それじゃあ生魚いいよね。にゃ、シルのやつミャアの企みのこと知ってるんじゃ。くんかくんかこの魚が一番新鮮や。わあ、さすがアーニャだね。助かっちゃった。背に腹は変えられんや。これも昼寝をもみ消すため。それにしてもシル、ずいぶん顔が広いにゃ。そうかな。市場の商人だけじゃなく、ドール大神どもにもみんな声かけられてたにゃ。お店で働いてるおかげだよ。絶対違うにゃ。ニャーやリュウはあんな風に声かけられんにゃ。ねえアーニャ、また一緒にお買い物行ってくれる？構わないにゃ。まあシルは酒場の同僚だし、遠慮せずに言うといいにゃ。行きたくない時はちゃんと断るにゃ。そうなの？仕方ないのにゃ。猫は気まぐれにゃ。さっきは猫と一緒にするなって。そこも気まぐれにゃ。じゃあ頑張って毎回頼んでみるね。めげないやつにゃ。なんかシルといるといっつもシルの調子に巻き込まれてる気がするにゃ。そうかな。そうにゃ。結局いつもシルの思い通りにことが運んでる気がするにゃ。でもアーニャもいいことあったでしょ？おにゃ？私とお買い物することでミヤお母さんにお昼寝してたのバレないようにできたり。おにゃー！やっぱり気づいてたにゃ。この魔女にゃ。気づくよ。だっていつもアーニャのこと見てるもん。アーニャ、店員の中でも一番付き合いが長いしね。アーニャのことなら一番よく分かってるつもり。塞ぎ込んでたアーニャも元気で明るくなったアーニャも知ってるから。だから気軽に誘っちゃうのかも。たまにならいいにゃ。たまにだったらちょっと無茶なことでも話くらいは聞いてやるにゃ。うん、だからアーニャ大好き。はにゃにゃ、くっつくんじゃないにゃ。ちょっとくらいいいでしょ。お、そうだ、明日のお魚を使ったお弁当、アーニャの分も一緒に作ってあげるね。それだけは